干拓寺の大中の湖とその周辺地図。大中湖は、かつて、滋賀県古島地域に存在した湖。大中の湖、大中の湖、大中の湖とも表記される。琵琶湖の東岸に位置し、かつて四十数箇所あった琵琶湖の内湖の中で最大の面積を有した。行政区画としては、大見八幡市、加茂郡安土町。 神崎郡の戸川町におおむねに散、分割されていた。戦後に干拓されて、農地となった。現在の大見八幡市大中町、大見八幡市安土町大中、東大見市大中町にあたる。大中湖は、琵琶湖中央部の東岸に位置し、沖合約2キロメートルには、琵琶湖最大の島である沖の島が浮かんでいる。大中湖と琵琶湖はサスで区切られており、 湖面標高84メートルの琵琶湖に対して、大中湖の湖面標高は81メートルだった。直径4キロメートルのほぼ円形であり、隣接して小中湖があった。湖底は平坦で浅く、水深は最大でも2.7メートルしかなかった。面積は15.4平方キロメートルであり、諏訪湖よりもやや大きく、大中湖同様に干拓された。 小倉池の約2倍だった。周囲一帯は内陸性気候であり、冬季には他の古島地域よりも積雪が多い。前原市から大見八幡市にかけての古島地域にはかつて内湖が点在していた。内湖は平均水深1.78メートルの浅い湖であり、吉群落は多様な生物の住みかとなっていたほか、水質の浄化作用も持ち合わせていた。 明治時代から昭和初期まで、琵琶湖の周囲には四十数個の内湖があり、その総面積は1940年時点で29平方キロメートルに及んでいたが、現存しているのは23個であり、総面積は4.25平方キロメートルまで縮小したほか、大部分が人口護岸化された。古島地域と古北地域の総干拓面積は2521.3ヘクタールで、 あり、琵琶湖の面積の3.7%である。戦後には特に、琵琶湖南湖において、リゾート施設や公共施設建設のための湖岸埋め立てが行われたが、これらの総湖岸埋め立て面積は336ヘクタールに、過ぎない。大中湖以外の主要な内湖を以下に挙げる。大中湖や小中湖が干拓される以前は、周囲一帯の内湖を中の湖と称しており、 現在の大中古は特に五十兆古と呼ばれていた。1964年の管理区時に南東部の佐ス近くの古底に大規模な農業集落の跡が発見され、縄文時代から鎌倉時代にかけて断続的に営まれた人々の暮らしの様子が明らかとなった。東のトロ遺跡、西のカラコ、カギ遺跡に匹敵する発見とされた。古東端には縄文時代の遺物、 その西側には、弥生時代の遺物と、貝塚、さらに西側には、奈良時代から、鎌倉時代までの遺物が検出されている。弥生時代中期初頭の水田跡は、日本最古の稲作遺構の一つとされる。水田跡、用水路跡などを含む12万平方メートルの区域は、初期の高集落の構成が伺えることから1973年に、大中の湖南遺跡の名称で、 国の史跡に指定された。当地は平安時代末期もしくは鎌倉時代に水没し、現代に至るまで水の底にあった。浅い水深のために琵琶湖独自のと呼ばれる予報が発達し、畳表や通し身の材料となる胃が栽培された。近世には神殿開発が盛んになり、江戸時代後期には小中古終焉部の干拓が行われた。長明寺山経 ビワ湖、大道川、滋賀県道五百二十六号に囲まれた地域が、大中古干拓地、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成明治期以後、たびたび干拓が計画されたが、漁業補助などの問題から実現しなかった。九百四十二年には隣接する、小中古の干拓が着工され、五年後の九百四十七年に、 完成。第二次世界大戦後には、食糧対策や失業者対策の一環として、全国各地の旋回や湖の干拓が計画され、1952年に、大中古でも干拓計画が承認された。1957年には、すべての漁業保障問題が解決し、同年度より、干拓事業が開始されると、 掃除業費41億円をかけて1964年に管理区し、1966年から始まった216個の入植は翌年に完了。前日したように、琵琶湖の湖面よりも標高が低いため、排水は機械排水に頼っているが、集中豪雨時の排水などに問題を抱えている。営農展開観択された千三百ヘクタールのうち、集落や、 道路などを除く1023ヘクタールが農地として使用されている。大中古干拓の主目的は他の干拓地とは異なり、食料対策や失業者対策ではなく、専業農家の育成にあった。農業近代化モデル地域という意味合いがあり、入植当初から近代的な稲作の技術指導や大型機械の導入、カントリーエレベーターの建設などが行われた。 他県出身者21個を含む216個の入植者には農地4.0ヘクタールと宅地0.1ヘクタールが与えられ北端、西端、南端の3集落に振り分けられた。1960年代はほぼ全ての入植者が稲作経営を行い、肥沃な土壌で水稲の豊作が続いた。九百七十年に本格的な米の生産調整が開始されると、 肉用牛の肥育やスイカの生産が導入され、スイカは大中スイカという銘柄でブランド化されたが収益性の低さから生産面積は減少していき、現在では個人的な生産が見られるのみである。肉牛は大海大中牛としてブランド化され、いわゆる大海牛とは異なる流通がなされている。1970年代末にはストレリチアなどの柿栽培や、 キャベツなどの路地野菜栽培も導入され、水筒の作付け面積は減少していった。大中古のうち、岩内湖へ注ぐ岩川沿いに形成された、岩町の水辺集落と、宇流川涼岩に広がる水田などの農村景観が、2018年10月15日、岩内湖の農村景観の名称で、文部科学大臣により、文化財保護法に基づく、重要文化的景観として選定された。 同地域は同じく文化庁が選定する日本遺産、琵琶湖とその水辺経過に祈りと暮らしの水遺産の構成遺産にもなっている。日本の地市八近畿圏452ページに2521.3平方キロメートルとあるが、琵琶湖の総面積の3.7倍もの水面が干拓されたとは考えられず、2521.3ヘクタールの誤りであるとした。 両両にも似た、低地網漁法である。日本の地市八近畿圏424から426ページによると1146ヘクタール。ありがとうございます。